さあ、ということで今回もね、大聖巨人軍を復活する物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在5月の25日楽天戦、いやということでね、交流戦です。地獄ですね。まずピッチャーですね、菅野さん、ちょっとどうしたんだろう菅野さん、なんか急に打たれてね、大丈夫だ。菅野さん防御率3点台って相当つかないな。そして戸郷さん、戸郷さんつかまず勝ち負け全然ついてないんだよねなんでだろう、もうちょっと勝ち負けついてもいいと思うんだけど。さあ、そしてサンチェスさん、まあ、サンチェスさんはさすがだよね。うん。そして畑さん。まあ、畑さんも悪くないよね。うん。なんで畑さんの方がさ、少数多いんだ。まあ誤差だけどさ、防御率的にはさ。そして高橋さん。いいね。そして今村さん。いいですね。もう、中継ぎはそこまで悪い人いないんじゃない？まあ、BA さんもまあ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 。そして大竹さん。高梨さん。中継ぎはね、入れ替えなくていいと思うんだよね、個人的には。うん、入れ替えなくていいわ。さあ、そして中川さんだね。まあ、中川さんが一番防御率悪いのか、これ。あ、まあ、大竹さんと BA さんがいたわ。まあ、とりあえず今日先発、戸郷さんなんですけど、ちょっと順番変えよっか。じゃ戸郷さんね、ちょっと後ろに持ってこっかな。ちょっと今日、高橋さん先発にします。はい。勝ち数的に恵まれてないから、ちょっと裏ローテに回してあげて、ちょっと勝ち数のね、あの上積みをね、ちょっとつけてあげたいね。さあ、そして次、打線ですね。まず梶谷さん、全部8がありますね。さすがですね。まあ、トリプル8ということで、まあ、そんなことはどうでもよくて。まあ、成績としてはね、普通にいい成績なので、このまま頑張ってほしい。そして坂本さん、まあ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 、あと1本で10本ということで、まあ、坂本さんやっぱ3割18本ぐらい欲しいところだから、もうちょっとペース上げてほしいな、打率に関してはね。そして丸さん、まあ、さすがですね。もう言うことないでしょ。そして岡本さん、まあ、さすがですね。言うことないでしょ。そして広岡さん、まあまあまあさすがですね。もう期待値から考えたら一番すごいんじゃない、一番のサプライズじゃないかな。そして陽さん、さすがですね。陽さんもサプライズだね。そして若様上げてきたね、さすが。そして小林さん、まあまあですね。さあ、ということでね、オーダー決めるんですけれども、相手田中将大さんですね。勝てるか田中将大さんに。そしてさ、屋敷キャッチャー、待って、全員不調なんだけどキャッチャーマジか。そして陽さんが絶不調なので、今日はじゃあテイムズさん使っていこうかな。対左 F だけどね、あの対右ならまだいけそうだから、そろそろホームラン見たいね、テイムズさんのね。あの現実で見たらめっちゃごついのよね、テイムズさんね。だからホームランゼロは多分ね、現実だとありえない気がしなくもないよね。さあ、じゃあこれでいきますか。ーマー君さん抑えられそうで怖いな。さあ、ということで読売ジャイアンツ対東北楽天ゴールデンイーグルスやっていきましょう。交流戦の初戦なんだね。絶対負けられないよ、絶対に負けられない。はい、さあ、高橋由紀さんね、現実だと絶好調ですからね、頑張ってほしい。あ、やばい、これはやばい、これはセーフだな多分。まあでしょうね。で、1割台が続くね。ゲッツーは無理かな。まあまあ、ちょっと辰巳さんの足に振り回されてるな。ナイスボール、素晴らしい。オーケー、初回抑えていく。まあ、ランナー背負っても抑えるのが高橋さん式だからね。まあ、ある意味現実っぽいわ。さあ、来ましたね、シーズン24連勝。ただね、2013年あのシーズン、ポストシーズンで唯一負けをつけたのは巨人ですから、いける。さあ、でも4点台か、マー君さん。まあでもな、 S だからね、投手力。さあ、同じ少年野球チームからのね、盟友ですよね、2人はね。多分ね、こっち打てる気しないわ。なんかね、奇跡的なホームラン、ラッキーパンチぐらいしかないんじゃないかな。あ、ダメそうですね。あ、ダメそうです、これ。わあ、怖い。いや、でも俺たちにはまだ岡本さんがいるからな。あ、頼む。 OK、よし。OK、押さえれば OK。さすがですね、得点圏に置こうが押さえれば OK なんですよ。叩き込め。いけ。え、入ってるか、それ。ちょっとさ、その今のさ、最後の決めポーズのためにちょっと範囲が広くなってませんでした？よくないですよ。頼む、テイムズ、ちょっとそろそろ見たいホームランが。うん、テイムズ頑張ってくれ。ちょっとね、とりあえずね、高橋さんとしてはまあ6回2失点をね、目標と頑張ってほしいところではある。梶谷さん、梶 OK、 ナイス。ほぼ見えてない。さあ、マー君、神の子、不思議な子か、それとも若様か、どっちか。あー、まあ神の子が勝ったか。あー、うーん、超えるかな。おー、ナイスキャッチ、いいじゃん。さすがですね、今正直超えたと思った。怖っそして守備も怖っ。 OK、 ちょっと怖いな。楽天パワーヒッター多いから怖いな。ではこれさ、ノーヒットノーランあるんじゃない、やばくない、大丈夫か。うーん、まあ手堅いな。あー、やられた、負けましたね。マー君さんからは打てない、マー君さんからは打てないと思う多分。よっしゃー。さあ、そしてこれまたですね、
ってすんの可愛いんだよね。オッケー、まあ5回1失点なら上出来じゃない。早足使っていくしかないでしょ。一発勝負、ヒロカさん頼んだ。あ、外角か、多分9割打てない。ほら、はい、はい、ノーヒットノーランのちょっとねカウントダウンが始まりました。ちょ、代打構成仕掛ける。いや、代打構成じゃないな、若様が出たら代打出す、小林さんに。でも出なさそうなんでそのままいきます。まあ、この回はちょっともう厳しいな、あの続投するわ。まあ、小林さんがツーベース打ったらちょっと代打出すかもしれない。あー、小林さんに使うの。おー、徹底的にやる気だね。ちょっと小林さんに一発勝負使うと思わなかったな。見れ、見ろ見ろ、あー、よく見た。 OK、 まあ、送りバントでいいんじゃないですかね。二塁打だったら変えた、ついでランナーも変えた。おい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 、まあ、次の回ビッグベースボールかな。覚えてたら、覚えてたらね、あれだよな、ボール球打つのね。ちょっとさね、ボール球こっちストライクゾーンもヒットにできないのに、なんで相手はボールゾーンヒットにできるんですかね。はい、 OK、 抑えますよ。まあ敬遠でもよかったけどね。まあビッグベースボールじゃないですか。小林さんが監督みたい。小林さんめっちゃ監督にしか見えねえわ。さあ行きましょう。多分インコースヒッターだぞ。高め勝負来てるぞ。全ての要素が当たったというのになぜこうなる。これ厳しい。なんで内角勝負で外角かねえ、なんで内角勝負で外角を構えるんだい。うん、まあまあ外角勝負と外角に構えられたと思えば、ヒットノーラン食らってもうなんか悲しい感じになってほしい。ここまで来たらもうあの野手たちがどう思うのか見てみたいわ。もうあら、 OK、 よし、なんとかしのいだな。若さまで一発勝負を使う。うわ、使ってきた、かぶせてきやがった。でも再発当たってるから頼む若さま。 OK、It's gone。 どこまで飛んだ。いいね、ノーヒットノーランを阻止した。小林さんが完全試合を阻止し、若様がノーヒットノーランを阻止した。完封も阻止した。素晴らしい。原監督もこの顔である。完璧じゃん、完璧にインコースのストレートさ、うまく回転して打ったね。素晴らしい。はい、場外弾、あ、キング貞治か。さあ高橋さん、いやもうこのまま行こう、このまま行こう、あの、うん、このまま行こう、うん、いやマジでさ、これすごいと思うよ。小林さん見てよこれ、四球マー君さんから2四球よ。だって今日マー君さんのピッチングさ、8回87球で10奪三振でさ、2四球、これ両方小林さんだからね、すごいと思うよ本当に。どうすんのこれ、まだ投げる。もう悲しき投手陣の対決。マジ若様以外打てる希望が見えねえんだけど。高橋さん、もう一回行こう。ナイスボール、オッケー、よく抑えた若様。頼む若様、高橋さんに勝ちつけてあげたいんだ。頼む、インコース構えた、チャンスあるぞ、チャンスあるぞ。はっ代打です。今すっげえさ、えってなったよね。うわ、ここでウィーラーですか。なんかそんなにウィーラーさん、さあということで古川さん行きましょうか。頼むぜ。だからもう古川さんしかいなかった。あのコース本当当たるよね。正直負け持ちのピッチャー出すのは気が引けたんだけど仕方ない。振って惜しかったな。頼むキャップ、キャップ、この人に終わりよ。終わりそうですね。0対0で使えねえんだよな。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。ということで今日の試合は誰も得することがなかった試合かなと思います。はい、多分誰も得しなかったんじゃないかなこの試合ね。まあ、高橋さんは11回無失点、あ、1失点、田中さんも10回無失点、1失点かな、うん、2人とも頑張りました。はい、マークさんに言ってた被安打1だしね、被安打1、2四球、若林さんに打たれたホームランと、小林さんに2四球ということでしたね。はい、ということで、チャンネル登録、高評価してない方がいたらぜひともクリックよろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク、概要欄に貼っております。ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。また会いましょう。じゃあね。